早速いきたいと思います。今回のゲストは生歌太陽選手です。バーイ。かまたま、今回のかまたまゲストは生歌太陽選手です。なんかすごい名字やなっていうのが第一印象なんですけど、超珍しい名前よね。そうですね、まず最初に読めた人はいないですね。あ、やっぱり、はい、ねえ、え、魚辺に念じるのね、はい、で、ナマズタ、ね、ナマズって書いてるんですけど、なんかこれ、あの勝手なうち調べですけど、全国で90名ぐらいしかいないっていう。あ、そうなんですか。そう、らしいよ。もう大体親戚みたいな感じだった。そう、どうなんですか。自分の家族とその、うん、お父さんのお兄ちゃん以外は、うん、正直会ったことない。ないよね、はい。なんかあだ名はみんなになって呼ばれてたんですか、今までさ。生って呼ばれてます、はい、まあそうなるよね、はい。今は今今ですか。今チームでうなぎえすっごいないうなぎ。うなぎとは言われてないですけどうなぎはまた種別が違うよね。やっぱ生だったり、まあきさんは生ちゃんって呼んだりで、かまたまれさぬきに加入した経緯はって書いてあるんですけど、なんか特別な経緯。そうですね、その自分が大学3年の時に、まあ、コロナが蔓延しだして、うん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 、その練習参加だったり、うん、まあ、そのプロのスカウトの人とかが試合に来ることが難しくなった、うん、まあ、試合すること自体が難しくなった時期だったんで、うん、まあ、自分のプレーを見てもらうために、うん、そのどうやって発信しようって思った時に、自分のプレー動画を編集して自分からアクションを起こさないといけないなっていう風に思って、それで自分のプレー動画を作るとこから始めて、まあ自分の知り合いの選手だったり、その J リーガーの仲いい友達だったりに、そのチームの人に頼んで見せてもらえないかっていう風にお願いしたのがきっかけです。すごい。で興味を持ったのがかまたまれだったってこと。でその自分はまあしゅんと仲良かったんで、うん、しゅんたにちょっとお願いして、おそしたらその向こうの方から、うん、その練習参加来ないかっていうふうにお声かけいただいて、うん、それで、すごい。じゃあお友達やけどすごいね、はい、つないでくれたっていう、エージェントの役割もしてくれたっていう、はい。シュンタにはめちゃくちゃ感謝してます香川のチームはどうですか。まあ、結構若いチームですけど、今はそれでもやっぱお兄さんが多いんじゃない。そうですね、ベテランの選手とかも、うん、まあ、若い、全体的には若いですけど、そのベテランの選手だったり、うん、その多くの知識っていうのを、うん、こう何て言うんですかね、教えていただいて、多くの知識、はい、なんていうんですか、経験って言ったらあれですけど、はいはい、長く現役を続ける秘訣とか、うん、まあ、取り組みだったり、うん、そういうのを聞かせてもらったんで、いい刺激にはなった。そうなんや、まあ、だって体が資本って言いますし。じゃあですね、最後、恒例の質問ですけど、まあ、好きな曲、さっきもしゅんたくんの時に言ってたヒーローインタビューのなんていうの時とかの活躍してわーってなった時にかけてほしい曲みたいな、はい。それこそ本当に自分試合前とか曲全然聞かないんですよ、うん。あ、そうなの。バスの中でも曲聞かないですし。こういうやつで聞かんの。聞かず、イヤホンもつけないです。あ、そう、はい。好きな曲とかも特にないんですよね。あ、そうなの。つまんないですけど、うん、つまんないつまんないつまんないですけど。じゃあもうエグザイルにしとく。エグザイルで、はい適当、はい。EXILE のじゃあ何、あっちバラードって言ってたんで、チューチュートレイン。あ、すごい、はい、すごい、そっち行く、はい、チューチュートレインをじゃあかけるっていう、はい、OK あれやろ、こうやりよったら集まってきてくれるやろあ、めっちゃいいやん。じゃあそれで、はい、チューチュートレインをかけるということ で、はい、活躍していただいて、これがね、同期全員のこれが、ね、見せれたら、見れたらいいなということで、はい。じゃあ今回のゲストはですね、生歌太陽選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。